こんにちは、花屋龍馬シリーズでございます。今回はね、決断というテーマでお話していたんですけども、一旦今日で決断というテーマを終わらせていただこうかなと思います。で、決断というのは何なのかというと、決めるためにその退路を断つっていうふうなね、そんな意味合いで使われることもありますけども、まあ速稼塾としてはそういうふうなね、よくあるような解釈ではなくて、別の解釈を用いるわけなんですよ。それはですね、決断というのは破滅と抱き合わせ、知名度と抱き合わせってことなんですよ。決断をするってことは、もしかしたらね、それがうまくいかなくなったら自分はもうね、瀕死の重症になるかもしれないってことが抱き合わせなんですよ。多くの方はその瀕死の重症を避けるためにですね、決断の前にえらい悩んだりとかね、それから成功の確率を高めるためのことを積み上げていくんですよ。それではね、間に合わないんですよね。決断っていうのは知名度を抱き合わせていくわけですから、何か選択肢が現れた時に 0. コンマ1秒で決められるかってことなんですよね。さあ、それでは今回ね、こういうふうな決断を促そうと思います。これトランプですね。これ見てください。はい、どんなカードが見えるかなというところでございますけども、これはね、トランプでよくあるケースだと思います。ワンペアがキングでできているんですよ。で、チェンジは1回だけです。チェンジが1回だけということは、相手が豚の場合、もうこのまんまワンペアを持っていれば勝てるんですよね。もしくは相手がワンペアであっても、キングなら大体勝てるんですよ。プラスこの3枚をチェンジすることによって3カードや2ペアになるチャンスもあります。すごく運が良ければフルハウスですよね。ただですね、この1枚を変えるとさらに勝利の確率が高まりますよね。フラッシュになるからです。大抵の方はこっちを選ぶんですよ。チェンジ1回ですからね、相手にフラッシュ以上の役ができることはほとんどないんです。そして今回は後攻めです。迎えにいるプレイヤーが先にカードを変えます。相手の方がカードを1枚変えたとしたら、フラッシュやストレートを狙っての1枚チェンジの可能性がありますよね。もしくは2ペアからフルハウス狙いの可能性があります。でも向かいの方は3枚のカードチェンジだったんですよ。向かいの方ね。ということは何らかのワンペアである可能性があります。もしくは絵札やエースを1枚ずつ残してのどちらかの強いカードのワンペア狙いの可能性があります。どうですかね、そういう時に決断としては。しかもかかってる金額は大金です。その上に借金までしました。この勝負に勝てないと大変なことになってしまいます。負ければ破滅ですね。一生借金を負うかもしれませんし、もしかしたら人質に取られている身内が殺されてしまうかもしれないですよ。多くの方はこの出来上がったワンペアを放棄してフラッシュに向かうことはできないんですよね。賭け金が多ければ多いほど、ダメージが多ければ多いほど、だから決断ものすごく悩みます。そして迷った結果、ほとんどの人がこっちやるんですよ。確かにこれだとセオリー通りだと思いますね。相手の方が変えたカードの枚数も見えてるわけですから、まあこれで負けることはないんじゃないかなと思うんですよ。ただ大勝負です。相手の方もバカじゃないですからね。勝負に来るってことは、まさかね、ワンペアじゃないんじゃないだろうか、もしくはハッタリなんじゃない、いろいろ考えられます。考えるから決断ができないんですよ。私の場合は当然ですけども、この組み合わせが来た時に変えるのは1枚だけですね。フラッシュに向かいます。知名度ですよ、負けたらだからギャンブルなんですよね。だから人生なんですよ。まあこの勝負の1回1回に自分の精神力が高まっていくことは確かだと思います。敗北しても這い上がるだけの精神力と知名度っていうチャンスをもらえるんですよ。人はですね、知名度を浴びないと全然反省しません。全くその潜在意識のチャンスに感謝もできません。花屋龍馬さんが20代でできたことといえば、多分ですね、去年の今頃だったかな、どっかでお勤めだったと思いますけども、 YouTube を始めて私と出会ってフリーランスになると決めたその時は、これはね、大きな決断だったんじゃないかなと思うんですね。20代の総括をする、そして30代にはしごをかける唯一の決断で、しかもそれが、うまくいった例だと思いますよ。
だからやっぱり私の見込んだ通りだなというふうに今回はさせていただきます。とりあえず30代に向かう準備はできたんじゃないかなと思いますけども、まだ時間ありますんで、知名度を浴びることをね、恐れることなく、これからも決断を繰り返していただきたいと思います。決断っていうのは回数重ねればいいと思うんじゃないですよ。どのぐらい選択肢が目の前にあるときに瞬間で判断できたかってことが全てです。おそらく1秒躊躇すれば怖くなるんですよ。2秒躊躇すればもっと怖くなるんですよ。1週間一晩置いてしまえばもう怖くて確率論に走りますよね。麻雀をやってたら分かるでしょ。麻雀ってあるレベルまでは確率論なんですよ。パイ効率とかセオリーとかそういうものがありますよね。でもパイ効率、セオリー、確率、こういったもので競争してるんでしょうか。違いますよね。時には可能性の悪い方にベットしていく、親の三面チャンリーチにカンチャンで向かっていく、しかも三枚切れ、その勝負に勝てるからこそ麻雀っていうのは力の弱いものが力の強い人に勝てるための同じ土俵に乗れるってことだと思うんですよ。百戦錬磨のプロと言われてても、普通のねフリーマージャンに行けばマージャン覚えたての人に負けることがあるんですよ。それはある意味確率に固執しないからじゃないかなと思うんですよね。マージャンね、昨日実はねフリーマージャン行ってきたんですよ。面白かったですね。最近のマージャンってのはあれですね、いろんなルールがあるのは分かるんですけども、私が昨日行ったところはリーチしてその直後に一発目で持ってきた牌が白だったらそれはオールマイティの牌で高め取りしていいみたいなね、そんなルールでした。まあ、ですので3枚切れ4枚切れのカンチャンでも私はリーチを行きましたね。まあ結果はまた今度お話ししましょう。気になりましたね。はい、ということでね、今回は決断というテーマでお届けしたんですけども、じゃあですね、じゃこれからねどんなテーマで、歩んでいけばいいのかってことになりますけども、まあ、決断を繰り返せば繰り返すほど決断が上手になるってことではないってことは、まあ、お話したと思います。一回一回が初めてのチャンスなんですよ。例えて言えばですね、サイコロがありますよね。サイコロを振ってですよ、1の目を出すのが上手になることってありますかね。多分10万回振っても次の1回っていうのは同じ6分の1だと思うんですよ。もちろんサイコロの振る角度とかってね、ああいうイカサマシンみたいなことは抜きでですよ。だから結局何回やっても次の1回っていうのはまたリセットされて最初の確率に戻るんですよ。サイコロをね振ります。6が出ました。もう1回6が出ました。もう1回振ったら何が出るかっていうのはやっぱり6分の1なんですよ。だから6、6、6って出ることがあっても3回連続を合計すれば珍しいんですけども、1回1回のカウントなら当たり前のことが重なってるだけなんですよね。結局人生ってのはそういうことなんじゃないかなと私は思ってます。何かをやれば熟練するってことはないと。1回1回が新しい勝負であって、そして新しい挑戦なんじゃないかな。だから新しい決断なんじゃないかなというところで、決断というテーマはねちょっとまとめさせていただきます。知名度を覚悟してね、知名度を抱き合わせで決断できればなと思いますけど、なかなかそういう人は、ね、いないんでね、だから行動が遅いってことになるんじゃないかなと思います。さあ、それで花よりもさんはこれから30に向かうわけなんですけども、30に向かうときにね、やっぱりこう不安要素もあると思いますし、ワクワクするような期待もあると思うんですよ。今回はね、花よりもさんはねどちらかというと不安よりも期待が勝ってるんじゃないかなと思うんですよね。私はね、花よりもさんに、不安よりも期待が勝ってるような感覚があります。楽しみだなっていう、ね、思ってるんじゃないかなと思うんですよ。まあだとしたらですよ、不安の要素をちょっと大きくしてもらいたいんですよ。で、不安があるからこそ備えると思いますんでね。だから安心ってのは備えを放棄した行動になってくるんですよね。だから今度はこの不安と期待、まあもしくは安心っていうんですかね、この2つとのせめぎ合いになると思うんですけども、いつも最悪を考えて、準備する、そして行動は最善を尽くす、これでいいんじゃないかなと思います。最善を想定するでもいいですかね。最悪を想定して準備して、最善を想定して実行すると、これが30代に向けての花よりもさんへのね、私からのメッセージになります。いってらっしゃい。